最近のニュースを、ざーっとお話していきたいなと思います。今回、出布ノースが出てきたりとかっていう、いろいろありますので、いろいろお伝えしていきたいなと思います。12月1日から、なんと、アークテリクスがすごい値上げしたと。はい、本日はですね、最近のニュースを、ざーっとお話していきたいなと思います。ということで、皆さん知ってますよね ?12 月1日から、なんと、アークテリクスがすごい値上げしたと。なんやったら、物によったら何万も値上げしてるやつがあるって言ったりもしますので、まあそういう話とか、それ以外にもね、今回、出布ノースが出てきたりとかっていう、シュプリームノースエースが出てきたりとかっていうので、いろいろありますので、いろいろお伝えしていきたいなと思います。駆け足でずっといきますのでね。ついていってください。まずですね、ノースエース系からいきたいなと思うんですけども、ノースエースこちら、マタニティのダウンジャケットが出たということで、昨年ですかね、僕ここ今サムネ出てますけども、ストレージジャケットっていうジャケット、これはマウンテンパーカーなんですけど、これのダウンバージョンが、出たということなんで、もしかしてね、僕の視聴者さんとかってお子さんいてはる方いらっしゃるので、まあ子供生まれたばっかりやから、ダウン探しててんっていう方なんかにはね、非常にいいダウンジャケットになってるんじゃないかなっていうところでいきます。で、次がですね、これかっこいいんですよ。見てください。これ US 規格のノースフェイスで、バルトロ氷河っていう氷河があるんですけど、そこからインスパイアされたデザインが出てきたんですね。で、これがめちゃくちゃかっこよくないですか？めちゃかっこええやんと思って。だからバルトロライトジャケットではないんですよ。バルトロっていうところの地域からイメージされたプリントがされてるっていうことなんで、ついついに僕ら日本人からしたらバルトロかなと思うけど、US モデル、アメリカでバルトロライトジャケットってないので、日本しかないんですね。アメリカのバージョンは、バルトロっていう地域の、プリントをされたというか、デザインがされたジャケットになってるんですけど、これ国内での販売っていうのがね、今見てる感じは一応オンライン販売があるんですよ。で、もしかしたらもうちょっと売り切れちゃってるかもしれないんですけども、販売がね、11月28日とか、そのあたりから販売が開始されてるようなので、まあもし欲しい方はね、バルトロ氷河 US キ、US ノースって調べてもらったら多分出てくるかなと思いますので、これかっこいいなと思いました。特にマウンテンパーカーとかめちゃくちゃかっこいいですよね。こう US のマウンテンジャケットになってて、ここにゴアテックスって入ってるのは日本ではないのでね、珍しいモデルじゃないかなと思います。で、次がですね、ダダン出ました。シュプノースでございます。皆さん大好き、シュプリームノースエースっていうことで、興味はないんですよ。興味ない、買うつもりもないんやけども、ちょっと見とこうかな。一回ちょっと見とこうか。見ときましょう。こんな感じになっておりまして、今回がね、スウェード系になってました。だから、パッと見た感じ、ヌブシとかもスウェードの生地が採用されてたりだとかしているようで、ま、画像を見る限りですよ。ちょっとアンタークティカパーカーっぽいようなダウンもあったりとか、あとまあヌプシみたいなやつがあったりするんですけど、今回カラーが白、ブルー、ブラックの3色展開になってるみたいですね。で、僕今回はちょっとスルーするかなと思うんですけども、シュプノースでね、レザー系出てくるのって多分おそらくもう6年ぶりぐらいなんですよ。で、以前のモデルのレザーって、これ以来しばらく出てないと思うんですよね。で、まあスウェード生地なので、こんなにテカリっていうのはなくて、どっちかって肝感になるようなレザーが使われたりすると思うんですけども、まあ、欲しい方はね、いいかなと思います。まあ赤はないですけどね、今回ブルーと、ホワイトとブラックなんで、僕はちょっとパーソナルカラー的に似合う色がないので、僕は買わないんですけど、そういうのがありますよと。で、次がですね、まあもうこれはもうちょっと終わってるんですけど、サクッと言っておきますね。ノースエースとアンダーカバーのコラボっていうのがありました。もうコラボも瞬殺で売り切れて、ヌプシとかもあったんですけど、ほんま瞬殺で売り切れましたねっていうことがありました。で、次、ナンガってあるじゃないですか。ナンガまた新店出たんですよ。ついこの間京都行ったばっかりで、京都の動画も近々出ますけども、京都新店ですって出たら、京都最後会計してる時に、今度は新店行かれるんですか？どうにあるんですかって言ったら、仙台とね、北海道に行きますって言われて、で、今、なんかの広報の人と連絡取り合ってて、一応、北海道に行く予定になっております。北海道はね、北広島って言って、ファイターズの球場の近くらしいんですよね。だから、ほんまは野球見たいところなんやけども、そんな今、オフシーズンやから、ちょっと野球見れないんですけども、まあ、どうせやったら、嫁連れて、なんかの北海道にね、買い物動画撮りに行こうかなと思ってますので、まあ、もし、お近くの方なんかは、もうオープンしてるみたいなんで、ぜひぜひ行ってみてください。で、次がですね、こちら、ちょっと面白い感じなんですけど、お子さんとかで、こう、受験されてる方がいらっしゃったりとかしてたら、中学生やねんとか、小学生やねん、高校生やねんっていう方がいらっしゃったら、エドウィンからね、験担ぎの、受験ジーンズっていうのが出てるらしいんですよ。で、それが先月のね、11月10日のタイヤの日に発売されたみたいで、エドウィンは受験生を応援します。頑張れ、受験生って書いてあるんですけども、どんなデニムなんかっていうと、落ちないデニムなんですよ。色落ちしない、落ちないデニムっていうところがあったりだとか、あと五角形の合格ラベル。普通パッチってこれ横長になってるけど、五角形のパッチになってたりとか、あと滑らないテープ。ウエストのところが滑ってこないようにテープが裏に貼られてたりだとか、伸びる素材。成績が伸びる。生地が伸びるの伸びる素材。とか、エドウィンのエドだけちょっと白い文字にして、ウィンは赤にして、勝つっていう風にね、したりとか、まあ、そんなことをいろいろやってるらしいです。ちょっとなんか7個ぐらいあるので、まあ、興味ある方は見てみてください。そして次がですね、堀西。
ホリニシって皆さんスパイスってご存知だと思うんですけども、そう、あのオレンジが和歌山第1号店でできて、今やもう大阪や福島やいろんなところにできてるホリニシというかオレンジショップなんですけど、その中で売ってるスパイスのホリニシがね、とうとう焼肉屋が出ました。でこれ焼肉屋興味ある人あったら行ってもらったらいいけども、焼肉がねオープンしたということで、もしかしたら人気があれば2号店3号店4号店ってどんどん出てくるかもしれないんですけど、今現在あるところがですね、海老名っていう横浜ですね、横浜じゃあの神奈川ですね、神奈川の海老名インターの横にオープンされたらしいので、もし人気あったらどんどん増えてくるかもしれないです。まあその時はね、あのオレンジの社長もね、僕何回かお会いさせていただいたことありますけども、ぜひ僕にあの投資させてください、出資させていただいてね、そのマージンの方をちょっとね、こちらの方にないないしたいなと思いますので、ぜひあの連絡いただけたらなと思いますけども、連絡一切いただいておりませんが、まあそういう感じで堀西もどんどん今伸びてるよということになっていました。そして次がですね、ナイキのエアマックスのゴアテックスが出ましたということで、僕以前からエアホースはね、結構ゴアテックスが出てたんですよ。で、エアホースのゴアテックスっていうのがあったりはしてたんですけど、今回エアマックスでゴアテックスっていうのが出てきたってことで、もう今となってはもうね、驚くことも特にないと思うんですけども、まあどんどんいろんなブランドっていうか、いろんなモデルからゴアテックスモデルが出てくるから、いずれもしかしたらジョーダンからゴアテックスが出てくる可能性もあるとは思うんですけど、まあそんなのがありますと。で、次出ました。アークテリクス値上げでございます。ズドン。何が値上げしたのかというと、こちらちょっとサムネで出てますけども、アルファ SV、僕が持ってたジャケットですね。これ僕確か10万円ジャストぐらいで購入しちゃったかなと思うんですけど、それがですね、なんと値上げ15万円まで値上がりしております。だから、まあ、徐々に値上げはしてたんですけど、旧価格が12万1000円から15万1000円、だいたい3万円ぐらい3万800円ぐらい値上がりバーンとしたっていうことでやったりだとか、あとベータジャケットね、これもまあ人気のジャケット5万5000円から6万8000円まで、だから約7万円ぐらいまでになったりとか、ベータ LT っていうこのベンチレーションがついてるタイプとかやったら6万6000円やったんやけど、それが今もう8万円ぐらい7万9200円ということになったりとか、まあ、いろんなモデルがこう値上げしてて、もし興味ありますしたらね、僕の下の説明欄にその価格表にしてくれているサイトがありますので、それ載せてますので、そこ見て、あ、こんだけパーセント何パーも上がってるやんとかっていう、あの細かく書いてくれてるので見ていただければなと思います。あの ASAP 君って子がやってるサイトなんですけどもね、勝手に載せてますけどいいんかわからんけども、見ていただければより詳細でわかるんちゃうかなと思いますけども、まあアークテリクスもね、値上げバンバンしても売れるんですよ。だから別に安く売る必要がないというか、で中途半端に安く売っちゃうと転売ヤーとかに買われたりとかして、結局プレネで出るから、もうプレネで出る分をもともと定価にしとけば、もうそれ以上プレネ乗ったら買わへんと思うんですよね、みんなね。だから適正価格にしたんじゃないかなと思いますけども、そういうことがありますと。でなんかアークも定期的にはね、こういうゴアテックスの製品の選択とかに焦点当てたキャンペーンとか行われてるみたいなんで、単純にこう買って終わりじゃなくて、その後の選択方法とか、その実際店舗で選択してくれたりだとか、あとは洗濯用の洗剤が売られてたりとか、なんかいろんなことが行われたりするみたいなんで、まあやっぱ高いんでね、15万とか、まあそれこそマウンテンバーカーで8万とかしてくるので、まあそれを長く使っていこうっていうね、考え方、素晴らしい取り組みじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。であとはですね、まあ例えばビルケンシュトックって言って夏場に人気のサンダルなんですけど、まあこれの冬バージョンが出てきたりだとかっていうことで、ちょっとモカシンっぽい靴が出てきたりしてますよと。あとそれ以外にやったら、まあナンガのコラボね、もうこれ毎年あることやけど、ナンガコラボって言ったらもう数え切られんけど、ナンガコラボ1、まずこれとエンジニアドガーメンズのコラボっていうのがあって、まあこれに関してはオーロラライトジャケットと何がちゃうんっていう話ないけども、一番そういうコラボがあったりだとか、で次がね、ナンガとダファーっていうブランドですね、それのコラボがあったりだとか、あとフォックスファイヤーコラボっていうのかなっていうのもあったりだとか、あとサウスベスト8コラボっていうのがあったり、もうナンガはとにかくコラボしまくってるから追い出したきりないんやけども、一応まあこんな感じでコラボもいっぱい出てるみたいなんで、まあ気になる方はね見ていただければなと思います。あとナンガとテバのコラボもあったんやけど、これはサンダルやったから、まあちょっとあれかもしれないですけど、そういうことでいろいろとありましたということでね、さーっと駆け足でいきましたけど、いろんなもんが値上がりしたりとか、いろんな新作が出たりとかっていうことなんですけど、また年末に向けてもね、これからどんどんいろいろなんかコラボやアイテムとか期間限定アイテムとかちょこちょこ出てきたりするので、また追いつけそうやったらお伝えはしていくんですけども、やっぱりねこれからの時代ちょっと値上げっていうのはもう止めようがないんやろうなと思いますので、今回値上げって言ったら大体 10% ぐらいじゃないですか。まあ10万円で言われたら11万12万ぐらいかなっていう感じで、ノーセンスもよく毎年値上げしてるけど大体 10% ぐらいなんですよ。バルトロが6000ぐらい値上がりみたいな感じ、5000 6000値上げみたいな感じだけど、アークが今回結構ね 20% とか 30% ぐらいガンって値上げしてきたんで、まあ仕方ないところではあるかなと思うんですけども、まあ12月1日からかもう値上げはスタートされてるみたいなんで、もうこの動画出てる時にはもう完全値上げがスタートされてるんですけども、また来年になったらね、来年になったら値上げする可能性もありますし、まあ、欲しい時にね早く買うっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いましたということで、本日はですね2023年の冬最新情報をお伝えさせていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。